皆さんのリクエストで番組は作っております、はい。続いてはバタヤン田畑芳雄さんですが、こんなファックスをいただいております。今は亡き母親は田畑さんのふるさとの灯台を病床にありながら小生に舞夜のごとく歌ってくれるようにせがまれました。とうとう夜空の人になりましたが、今でもこの歌を歌うたびに涙して懐かしく思っております。高松です。東、山崎町ですか。杉谷昭弘さん、ありがとうございます、はい。それでは田畑さんどうぞ。ふるさとは母のぬくもり、ふるさとは心の支え、ふるさとは涙ぐむもの。おっかさんが大好きだった歌です。ふるさとの灯台。
田畑さん、どうぞこちらへ。ありがとうございました。しかしね、みんな聞いててね、あのね、例えばこの詩だよね、考えると、いい年降りて星に月に忍ぶ紫の小島よ、灯台の明かりよ、これは歌謡曲の詩なんだよ、ね、これね、今ねニューヨークタウンの歌なんですよ。あの今ね、はい、あの三浦さんと話したの、あのね、バタヤンはあの人は音域が広いから、すごいずっと同じだねっていうふうにバタヤンのこと今話したの。二つ同じな、それが同じだと昔のスチールが出たら、まあ、あれもこのギターなんですよ。ギターも変わらない。これ43年ぐらいです。でその時に映ってたスチールにこのギターはすでにね古いんだよ、もうあの時ね。そうするとこれはどうどうです。この時代にもうすでにこれだけのファッションを身につけ、もう写真じゃないけど、確かに。ダウイダウイダウイすごいダウイ。見たかけレスリーさんだから。これデビューです。そうか。あら。このままこれでデビュー。デビューの写真は重要なんです。今の方が大きかったですね。今の方が若い。まだ若い。今ふっと出たら目の返した姿、なんかどこの新進の弁護士かなと思うような。いや先輩の正太郎先輩、上原凛先輩が全部メガネ、私もかけない感じもかけた、でかけた。しかし今のは若いっていうけど、本当に今のはなんか若々しくなって、ね、でもギターももう一回言いますけど、前から古いですね、これ ね、こういう振り方してね、これはもうすごい写真。さっきの帽子の写真も可愛いわよね。すごいギターですよ。後ろにギターの後ろに何か貼ってあるのは何なんですか。これ履歴書とかね、それからあとはあるやつの電話番号とか、まあ、なるほど、そういうことなんですか。カンニングペーパーここで電話かけないんじゃないの、どっかの女のとこ。なるほど、階段が見えないですよ。見えますね。しかしすごいですね。でも表になったでしょうね、皆さんね。いや、高さんもそんな話したらそれだけで何時間か一夜あるから、もう昔のお使い聞きましたけど、いいとしてね、このどうですか、ベスト30、これいいでしょ、この歌どれもね。でもさすがみんな知ってる歌ですよね。4位にランキングされています。現在高さん4位です。本当に出てまへんな。あ、大トネ好きは出てないって、あの、ファンの人なんか知ってますよ。30位の中に大トネ好きはない。どうぞ皆さんもですね、どん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 24時間ファックスの方も受け付けますが、あのお寄せいただきたいと思いますよ。それからあの歌手の皆さんもどうぞこのボードを見て、あ、これ行かなくちゃいけないっていう方は番組宛てご連絡いただいて、あのいろいろこちら交渉するのも面倒くさい方はそちらの方から出てきていただいて、あの30位そんな、例えば自由にさ、これできればこういう放送を半日ぐらいやっていたいですね。で皆さんがあのどん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 ここで歌ってまた帰って、ね、そういうのを一回こう計画して、まあなかなか難しいかもしれませんけどもね、出てるところがリクエスト番号でございます。もちろん番組終わった後は24時間ファックスもございますので、お間違いのないようによろしくお願いします。ちょっとコマーシャルいきます。